本県の強みを生かし、潜在力を引き出して、これを大きく伸ばしながら、新しい未来に向けて山口県を成長させていくと、デジタルの実装と脱炭素化の実行と、こうしたことをですね本格的に進めていくというスタートの年になります。村岡知事が発表した県の新年度予算案の一般会計の総額は、7940億円で、今年度より78億円、率にして1%増えています。 過去5番目の予算規模で7900億円台となるのは2002年度以来21年ぶりです特にアフターコロナを見据え山口市の山口きらら博記念公園を県民らの交流拠点として整備する方針で新たな基本構想を策定に1億1000万円シンボルイベントの開催準備などに3500万円などが計上されています また県の重点施策4つの分野安心安全やデジタル脱炭素人づくりで総額200億円の基金を創設する方針です借金の返済額から新たな借金の額を引いた数字いわゆるプライマリーバランスは全体で12年連続の黒字の見込みです コロナ禍の3年で生まれた課題を乗り越え成長につなげるという県の新年度当初予算案新たな事業は93と村岡県政1年目以来の多さです3つの分野ごとに主な事業を見ていきますまずは産業グリーン成長プロジェクトからコンビナート企業の水素やアンモニアといった次世代燃料や設備そして研究開発を支援します また、水素・先進県に向けた燃料電池車の導入も支援します。こちら、自動車の電動化に県内の産業が乗り遅れないよう研究開発を支援するなど、合わせて11億7千万円が計上されています。続いては、農林水産業の育成です。山口市の農業試験場と 林業指導センターが今年4月大府市の農業大学校へ移転統合するのに合わせまして農林業分野の新技術の開発を後押ししますそして山口ならではの養殖業も推進しますさらに家畜の餌代が高騰していることから県産飼料の生産や利用の拡大を進めるなど合わせて2億7000万円を計上しています そして、交流の分野です。県は山口キララ博記念公園を交流,の交流の拠点としたい考えで、これまで開催されてきた夢花マルシェは継続しつつ、シンボルイベントや季節ごとのイベントの開催を準備することにしています。それに施設整備に向けた準備など、この公園関係に総額3億5000万円を当てています。 また、観光圏山口として売り出すため、特別な旅の創出やキャンペーンの展開、インバウンドの早期回復などに総額6億5千万円が計上されています。次に、生活の分野です。結婚から妊娠・出産・子育てまでを応援する事業として、幼児保育の予約手続きを SNS でできるシステムの導入や、 第三子以降に送っているお米60キロに加え新たに家事代行サービスのクーポン5万円分を送る事業など総額5億円が計上されています <laughs> またこれまで実証実験が多かったデジタル技術分野を目に見える形とするための事業などに1億2000万円を計上しています コロナ禍の出口が見え始めた今、山口県はどう進もうとしているのかここからは県政担当山口社の高木記者に聞きます高木さん、過去5番目となる大規模予算となりましたねはい、コロナ禍で県の歳入が減少するかというとそうでもないようです円安によって企業などの輸入額が増加したことで県や市町に納付される地方消費税が増える見込みです 結果、県の最も大きな歳入である県税が3.9%増の2007億円と過去最高となる見通しで、県はデジタル・脱炭素など4つの分野で総額200億円の基金を創設する予定です。県の予貯金にあたる財政調整基金には入れず、新たに4分野の基金を作った狙いを村岡知事は、 こう話します。す財政的にもででね、思いい切っっってててあの踏み込んでやっていくっていうこととが目的としてあります。こうした資金を構えて重点的に支援をする、まあ、そうした考えでいるよというメッセージつまり、脱炭素化の中心であるコンビナート企業やデジタル関連の民間企業企業などに対して、県もバックアップするから先進的な取り組みを引き続き進めてほしいという、裏付けあるメッセージというわけです。 県は2013年度から毎年、借金を少しずつ減らしながらも、今回なお93の新規事業を編成できたという、手応えがあるようですまあコロナ禍の出口が見え始めた今、村岡知事は新年度の政策にどんな思いがあるんでしょうか、はい、村岡知事は常々、人と人との触れ合いはやっぱり必要といった発言をしていて、山口県が力を入れるのは交流です。 のびのびと活動できて豊かさとか山口に住むことの価値を感じられるその拠点となる場所に大きくあのう生まれ変わらせていきたいと県民向けとそれから県外から多くの人を集客する村岡知事はコロナ禍で人の交流が失われたとして山口きらら博記念公園を交流と集客の拠点にしたい考えです季節ごとの目玉イベント開催に向けた準備は人気野外フェス ワイイルドンンチにに次ぐ大規模イベントの誘致にも乗り出す方針ですすぐそばに野鳥観察公園があるため環境に配慮して高い建物は建てられないのではという見立てもありますが8000台近くの車が止められる駐車場と県の中南部という立地条件まだ開発できるスペースにポテンシャルがあると村岡知事は考えています。専門の部署を新たに設置して ソフト・ハード両面から整備を進める予定ですコロナ対策費は461億円と今年度当初からわずかに減少しました物価高騰に対しても69億円が用意されていますが新年度はデジタル技術の社会実装カーボンニュートラルそして若い世代への支援・人材育成など将来への投資に重点を置いた予算編成となり コロナ禍の守りから脱コロナを見据えた攻めに舵を切る初年度と言えそうです保健所別では集南管内が109人宇部管内が85人下関管内が54人などとなっています自己検査で陽性となりフォローアップセンターに登録した人は108人でしたまた基礎疾患のあった70代から100歳以上の男女 四人の死亡が発表されています岩国市の新年度当初予算案は一般会計の総額が733億2000万円で2年連続の増額となりましたアメリカ軍岩国基地関連の交付金・補助金は67億2000万円で全体の9.2%を占めていますこのうち 特定防衛施設周辺整備調整交付金は、近年、岩国基地に外来機の飛来や大型艦船の入港が相次いでいることから、市民の安心・安全を守るため、これまで以上の対策が必要とし、今年度までより三億円多い十二億円を見込んでいます。これを財源に、一歳児の健康審査や障害のある子どもも遊ぶことができるインクルーシブ遊具を、 山福浪公園に設置するなどの新規事業を盛り込んでいます。市の状況をしっかりと空としても受け止めて、対応してもらったということは、非常に高く評価をしているところでありますが、今後も引き続き、空とはしっかりと言うべきことは言っていく、いいたたことをしていきたい一方、市は第3セクター、錦川清流線について。 2024年度ままでに損をを含め今後の在り方を検討するとしました錦川清流線は利用者数の減少に伴い毎年およそ1億円の赤字を市が補填していて今後2年間にわたり専門家から助言を受けたり利用状況を調べるなどとしておよそ560万円を計上しています。